皆さんこんにちは、えー、司法試験予備試験で法科予備合格のための学習習慣という概念を始めさせていただきます担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹ですよろしくお願いいたします、えー、さて資料ですね、えー、今日はですねこちらの、えー、法科大学院かける予備試験合格のための学習習慣という、えー、レジュメこちらをですねメインに使っていきますであとですねお手持ちにこの 2023年秋生ガイダンスレジュメこれ、えー、他のガイダンスでも使ったレジュメなんですけど例えば司法試験の制度とか分かんないよって方はですね適宜こちらも見ながら、えー、考えていってください聞いていってくださいじゃあ今日のメインテーマはね合格のための学習習慣なんでそれ目にしていきましょうでまず学習習慣ってなんだ習慣ってなんだまあなんとなく分かるけど曖昧ですよね で本来法律は定義が大事なんで定義づけてからいくんですけどここはねぼやっとしたイメージでいきましょうまあ簡単に言うと生活の中に学習を組み込むことだとだだ思ってくださいでなんで生活の中に学習を組み込まなきゃいけないのかなぜ必要なのかでまずね皆様方ってのはね司法試験の問い,いや予備試験の学習ばっかりしてるわけじゃないですよね当然朝起きたら まあ歯磨いて、まあ、磨かない人いるかもしれないけど顔洗ってご飯食べて、えー、それから仕事してる人は電車に乗って通勤するかもしれないし、えー、学生の方は大学に行くかもしれないしいろんなことやってるわけですよ。で生活ではたくさんのやることがあるから <laughs> で何もね学習を習慣づけないと生活の中に勉強って埋もれちゃうんです。もちろん強い意志持ってれば 学習を中心に据えてできるかもしれないんだけど人間って往々にしてし意思が弱いものです。そして例えば1ヶ月間の勉強だったらいいかもしれないけど司法試験予備試験法科大学院って1年とか2年とか場合によっては3年4年勉強しなきゃいけないものなんですね。ってことはやっぱり習慣づけしといた方がいい。で学習計画と若干似ていますが学習計画と違う点は。 生活、これ職業とか他の学業大学とか行かれてる方ねとの学習計画っていうのはね単に明日は民法の3ページから50ページまでやってとか学習だけフォーカスするのが学習計画生活の中で見ていくのが生活習慣だと思ってくださいで学習習慣ね学習習慣じゃあ 学習習慣を組む前提問題を少し考えていきたいと思います。いきなり組む前に、ちょっと考えなきゃいけないことがいくつかあります。で、括弧一、目標の明確化です。何のために学習するか。いや、決まってるじゃないか。放送になるため、弁護士や裁判官や検察官になるため、いや、それはごもっともです。で、これね、一般の英語の勉強とかだったら、結構あやふやですよね。特に資格。 系じゃなないい勉強っていうののは目標が曖昧なので例えば英語を勉強してアメリカの人と流暢にコミュニケーションをとりたいとかトイック何点取りたいのかあるいは海外の仕事を取りたいとかね、まあ、いろんな目標があると思います。で司法試験の場合はシンプルです。で長期目標と短期目標があるんですけど長期は明らか当然ね法律家になるため試験に受かるためそれは明確です。なので 司法試験の勉強の場合法科大学院予備試験の勉強の場合は短期目標っていうのは例えば今月で民法を総則、まあ、まだ学習を始めてない方は民法ってね一番重要な科目といって過言でない科目があるんですね。民法っていうのはどういうものかっていうと例えば人と人との契約物を貸す。 お金を貸すあるいは物を売ったりする契約とかについて定めている科目で総則っていうのはその一番冒頭部分で共通する民法全体の共通するルールを定めているところでその民法総則のインプットを終わらせるとかあとはね2か月で会社法、まあ、こういう科目もあるんですけどの論文問題を一通り書けるようにするとかこういった短期目標も明確化していくことが必要です。なので 学習習慣をね考えるにあたっては今月の目標は何々来月の目標は何々あるいは今週の目標は何々みたいに目標を明確にしていった方がいいです。で次ですね、えー、過去に全体像を捉え期限を決める、えー、司法試験系の勉強これが大事になってます。でアプローチ2つあります。まず箇所分時間からのアプローチで 2年で予備試験の口述試験まで合格すると目標を決めましたで2年の勉強でできる時間を見積もるんですね、えー、そこから各科目に使える時間を見積もって1か月単位の過処分時間を出していく逆でもいいですアプローチ例えばですよ専業受験生で、えー、別に仕事もえー ししててなないい大学にも行ってないとにかく司法試験予備試験の勉強だけできるっていう人が1日10時間勉強できるとしましょう。でこの人の可処分時間っていうのはすごく簡単で1年だと3,650時間ねそういうことですよね。でこれの単純に2年だったら2倍使えるから。 えー、7300時間これを使えるんだじゃあこの時間を生活の中に組み込んでい,たいったらどうなるだろうかって考えるで専業受験生の場合はね、まあ、学習習慣と学習計画がかなり近くなってきますただこれね一般の社会人の方の場合とか学生の場合はもうちょっと複雑な計算になってきますよね 社会人の方学生の方月曜日から金曜日までは、まあ、仕事であったり、まあ、大学であったりあるかもしれないで土日が休みと仮定しましょうもちろんね私は水曜日休みなんだどうしてくれるんだって人は、まあ、土日を水曜日に置き換えればいいだけですでその場合ね月から金は、まあ、3時間が勉強に回せる5日で15時間 で土日は10時間学習に回せるとしたら10時間かける2日で20時間ということになります。ということはですねこれ35時間で1週間に当てることが勉強に当てることができるということになります。でこれがね1年だと大だ体いい52週あるので3 5五5 2週。 で、これを計算すると、1年あたりの時間になりますね。で、えー、これはですね、35に50かけると、1750になって、1820かな。まあちょっと計算間違ってるかもしれないけど、1820時間1年。じゃあ、2年だと、3640時間。 この人の過処分時間は3,640時間2年なんです。で、これでやっていくしかないということです。ただ受かる時間数っていうのはある程度決まってますので、それと目標値がかけ離れてないかもチェックしていく必要がある。じゃあ次ね。絶対時間からのアプローチ。で例、2年で予備試験の口述試験まで合格したいが、合格まで必要な時間は5000時間と言われている。 でここから1日や1か月どれだけ勉強しなければならないかを計算する。ですどういうことを言ってるかというとさっきねじゃあこっちにしましょうか月曜日から金曜日まで、えー、ウィークでは3時間学習に取れる人土日は10時間それぞれね土曜日10時間日曜日10時間勉強時間取れる人は2年で3,640時間ですよね。でも大体5,000時間必要とされるから。 このギャップをどこかで埋める多く回せる日は多く回せるとかあと多く回せる日は多く回しますあとは隙間時間を使って埋めていくんだでこのように可処分時間を見積もると 目標値までちょっと足りないからもうちょっと勉強しようかなとかそういったことが考えられます。で是非ね皆さんは何年で予備試験勉強するんだって決めたらその可処分時間を出してください。で5,000時間に近かったらそれでいいけど5,000時間にかなり遠いまあ7割ぐらいだったら何とかギャップ埋められますけど5割ぐらいにしか満たない2,500時間ぐらいだったらあの年数を伸ばすか もっと時間を作るかは考えていかなきゃいけないそういうことになります例えばですね1年間で1,000時間しか勉強できない人はやっぱ5年ぐらいかかっちゃうそういう感じですよねこれはぜひね学習習慣を考えるまでやっていきましょうで次えー、で今度はね学習していることを周囲にオープンにするかという問題もあります でこれね、私予備試験の勉強をしてるんだ法科大学院の勉強をしてるんだ司法試験の勉強をしてるんだ言うかどうかこれね本当に周囲の環境によります例えばですね普通に仕事してる人が私司法試験の勉強をするんだって言ったら応援してくれる会社もあるかもしれないただなんだこいつ抜ける気かどうかねそういったふうに思われるかもしれないそれって本当に周囲の環境によるんですよで大学も法学部だったらねまあ 司法試験の勉強してる人は結構いるかもしれないけど全然違う学部だったら何こいつって言われるかもしれない逆に友達とかを応援してくれるかもしれないだからここはね本当にご自身で考えていってくださいただ働きながら学習している人はですね、司法試験を受ける時とか予備試験の口述試験を受けるときは平日なんですね試験がだからその時は何とかしなきゃいけないのでその対策は考えておいてください よろしいでしょうか。じゃあ次ですね。かっこ四、まとまった時間と隙間時間に分けて考えます。で、えー、これどういうことかというと、隙間時間だけで。司法試験勉強できるかというと、そんな甘いもんじゃないですよ。ある程度まとまった学習時間も必要です。ただ、まとまった学習時間だと、だけだと、なかなかね、捻出できないこともあるんで、隙間時間も活用していく。 でこの二つの時間は違うものだとして管理をしていった方がいいです。どういうことか、えー、まとまった時間というのはね、概ね二十分以上の時間を言います。二十分以上あればある程度まとまった学習ができるからです。で、二十分とか三十分とかまとまった時間で勉強していくのはもちろんいいんだけど、できればね、二時間以上勉強するぞって時間をなるべく取れるようにしてください。で。 この2時間を枠で普段から確保できないともうこれ率直に申し上げますなかなかね法科大学院予備試験司法試験は厳しいと思いますその理由はなぜかなんで2時間かあの担当だったらいいんですよ担当ってマークシートの試験で1問大体23分で解くからそれは1問ずつ歯切れにやっても問題演習できるかもしれないでもね論文って司法試験の場合 でででっかいい出ることが多いんですねで予備試験の民法なんかはでっかい1台で論文70分、まあ、法科大学院は法科大学院によるんですけど40分ぐらいの試験時間のところもあれば2時間ぐらいのところもある。でね2時間はね最終の司法試験最終の司法試験って1科目2時間なんですよ。なので2時間も問題演習の時間は取れないと枠として取れないと。 ななかなか勉強をしにくいんですねあの普段から司法試験の問題解けて言ってるわけじゃないですよ要するに勉強の枠のの枠確保の問題普段から私はいろんな仕事とか介護とかあるから30分ぐらいしか取れないよって方はですねまあ最初のうちはいいんだけど司法試験直前になるとやっぱ厳しくなってくる2時間でビシッと2時間は論文を書くんだって時間を確保できないとなので2時間の枠を確保するっていうのはちょっと意識をしておいてください 正確に言うと司法試験の選択科目は3時間なんだけどあれは2問で3時間だから1時間半1時間半で問題解いていくこともできるのでいいということになります2時間枠は確保できるように生活習慣を調整するということですでこのまとまった時間って何をやるかテキストや条文の読み込み 予備校の講座を使っている人はテキストとかまあ講師によってはレジュメとかが配られまますす講義を聞いて復習をしますよねその復習っていうのはレジュメとかテキストを見ながらあ授業でこんなこと言ってたなとか思い出していくあるいは読んで理解をするで記憶すべきところは記憶するそして法律の場合条文大事だから条文はどんどん引くまあ20分だったら少しは進みますよね。 あとは担当の問題を解いたりする。で、論文の問題を解く。まあ1時間とか2時間枠あったら解けます。あるいはね、20分くらいでも答案構成ってやつはできることがある。答案構成って何かっていうと、論文の問題ありますよね。ちょっと映しましょうか。論文の問題ってこんな感じなの。民法だと、こんな感じ。 現在90歳の絵は80歳を超えたあたりから病が急に進行し判断能力が衰え始め2年前からしばしは自理・弁識能力を書く状態になった、まあ、こういう事例問題なんですね。でいろんなことができるかできるかって書いてるんだけど答案構成っていうのは司法試験っていうのは、まあ、予備試験もロースクールもそうなんだけどいきなり答案を書き始めることはないんですよ。 もう書くことを最初にね、まあ、試験時間の4分の1から3分の1使って決めておくであらかじめアウトラインを答案構成をして別に配られるからねアウトラインを書き出してから論文を書き始める、えー、そういったものなんですねでそのアウトラインを書くだけでもちょっとした勉強になるのでその答案構成だけをしてみる、えー、そういった学習もできますあと論証を覚えるで論証っていうのはね 論文のパーツみたいなものなんですあの論文試験って事例を解くんだけど法律の理論を使わなきゃいけないんですよで、その法律の理論ってその場で編み出していたら時間が足りないんですよく私ね飲食店とかファミリーレストランとかそういう話しるんだけど皆さんねファミリーレストランに行ってハンバーグ注文して一時間とかかかんないですよね早い時はもう五分とかで出てきますよねあれなんでかというと オーダーを受けてからいきなり玉ねぎみじん切りにしてひき肉と混ぜてとかそんなことやらないから当然下ごしらえしてあとは焼くだけの体制になっているからですよねで実は予備試験とか司法試験の論文もそれが求められている用意していかないと書けないんですよ時間的になので論文のパーツはあらかじめ用意していくそれが論証というものだと思っておいてくださいで論証集もねちょっとね、えー、お見せしますね で例えばこんな感じ。相手方からの主張の無効これはまあレックの教材ですけど問題提起。意思能力を書く者の法律行為について相手方がその法律行為の無効を主張することができるか。でこれ意思能力を書くっていうのはね例えば重度の認知症とかで自分が何してるか分からない人。で民法のルールで意思能力がない人がした契約は無効だってなってるんですよ。これが、ね、あの民法のの条文の 3条ののっててに書いてるんですまあわかりますよね重度の認知症の人が契約してもそれはね何してるか自分が何やってるか分かんないから無効になるそれはそうだ。でねそれを認知症の人じゃなくて相手方から無効だって主張することができるかと問題。だって契約を無効にするのは認知症の人を保護するためなんだけど相手方から無効主張していいのかっていう問題がある。 でこのように法律読んでも書いてないところが論点と呼ばれるものなんですね。その論点に対する、まあ、解決が示されている理由をつけて解決みたいな感じです。で論証は一言一句同じように書けなくてもいいんだけど似たようなことは書けるようにしておく必要がある。でねこの論証を書けるようにするっていう作業が結構大変なんですいっぱいあります。あの 論ののの数数というのは、ね、講師かか学校によってやっぱ若干違まますあくまで下ごしらえの数だからえ、ね、だただやっぱり民法でも200個とか300個とかあるのでなかなかこれ大変でそういうのもねやっぱりまとまった時間で覚えていくということになりますそれでは2ページ目いきましょうでこのまとまった時間をいかに確保するかが問題です ずっと言ってますけど隙間時間だけで合格できる試験ではありませんのでぜひまとまった時間を確保できるようにしてくださいでは隙間時間時の活用ですでそうは言ってもね隙間時間も活用しないとなかなか受からないということになりますでね2分でも使えるところは使ってください 1>, あの1分じゃ厳しいんだけど2分ぐらいあったら司法試験ってね若干勉強できることはあるんですよ。なので2分でも3分でも余ったらえ使えるようにしてください。でね20分未満の時間例えば5分あったとしましょうテキストの簡単な確認なんかはできますよね。あと条文の読み込み込司法試験も法律の試験なんで条文がすごく大事なんですよ。 でこの条文を読み込んでおくと例えばね他のもちろん科目も条文大事なんだけど特に会社法って科目は条文に書いていることがそのまま担当式試験に出たりするのでえ条文の読み込み必須なんだけどめちゃくちゃ量が多いでめちゃくちゃゃく量が多いのもちょっとずつ隙間時間で進めていくと何とかなることありますよねそういうのいいんですかであとね条文の読み込みのいいところは皆さんスマートフォンお持ちですか 条文っててインターネットに出てるんですよあの日本国は法治国家ですからちゃんと法律も政府がインターネットで公開してますで普段の学習だと紙の6本使ってほしいんですねこういう紙の6本なぜかというと司法試験の本番も紙の6本で引くからただ隙間時間の学習ぐらいだったらスマートフォンで条文見ていくもう全然ありだと思いますなのでこういった条文の読み込みなんかに使うあとはねご 3分あったら担当を解いたりできますしあと15分ぐらいでも短い論文の答案構成したり論証を覚えたりできます、えー、こんな学習をしていきます隙間時間ではでね隙間時間に何をやるかはあらかじめ決めておいた方がいいですで隙間時間ができたらすぐ取り組みましょうだってねじゃあ電車待って3分ぐらい余りましたああ何やろうかな何やろうかなって考えているうちに3分終わっちゃいますよだから これ学習習慣、ね、まさに1つ隙間時間ができたらこれをやろうともう決めておくんですよ。で隙間時間できたら会社法の条文を読もうあ3分できた読むで、まあ、電車に乗りますねでまた時間余ったらあさっき5条まで読んだから5条から読んで20条まで読めたでチェックしておくとまた続きからできますよね。 であとスマホの活用今条文をスマホで引くっていう話をしましたけど他にね例えば私はね今でも何かの勉強をする時にやってるのは本ね10ページぐらいを写真で撮っとくんですよで隙間時間に見て覚えたら消していくまあ原本は自分のね家にあるから別にいいんですよねそういう学習をやってます例えばねレジュメをこういったレジュメありますよね まああの持ち歩くの重いっていう人は10ページぐらい写真撮っとけばいいんですよ。でそれ見て消してじゃあ次また10ページぐらい写真撮るそうすると電車の中とかバスの中とかどこでも勉強ができますあとは普通にですねメールで転送私が受験生時代はスマートフォンそんなに普及していなかった時代なのでガラケールで転送してました。 あの覚えるべき論文をパソコンで打ち込んでカタカタ打ち込んでねメールで転送して覚えたりしていました。スマートフォンなら普通にワードファイルとか PDF ファイルも開けますので、そういう風に学習ツールをスマートフォンに落としておくと隙間時間学習できます。で、あとね無駄なゲームや動画視聴、SNS は控える。これ何言ってんでしょうね。あの別にゲーム無全部が無駄だとは言いませんよ。 あとまあ動画視聴もね必要な動画もあるでしょう、えー、例えば私はですね昔あの料理の動画とか見てましたよ料理作る時にこれどうやって作るのかなってわかんないことありますよねあと SNS もまあ必要な情報収集あるかもしれないしあるいは自分で何か発信するお仕事やってる人は当然必須ですよねここでは無駄なものは控えてくださいってことです特にねスマホゲームってかなり時間を奪うんですよねもしねスマホゲームハマってる人いたらちょっとその時間 1> 1日に何分くらいいか測ってみてみださい例えば電車に乗ってるところでちょこちょこやる、えー、電車待ってるところでちょこちょこやるぐらいでも多分ねですよでその20分をね会社法の条文読みに使うとこれ1年間でめちゃくちゃ差がつくわけですよ。でスマホゲームもね別に悪いとは言いませんけどほどほどにして、まあ、5分なら5分で決めてぜひ隙間時間を 勉強に向けてください。あのね、スマホゲーム大好きで大好きでやってる人止めません。大抵の方ね、ダセじゃないですか。私もね、いろんなゲームやったことありますけど、面白いと思ってやってるとかというと、そうでもないような気がするんですよね。ダセでやってるんだったら、ダセで上分見た方がいいじゃないですか。っていう発想の切り替え、これこそ学習習慣です。ぜひね、えー、やってみてください。もちろん絶対しろとは言いません。であと。 ここで論論点点、まあ、学習習慣上の論点があります、えー、例えばですね長距離通勤通学している方で電車に1時間乗るとかありますよね飛行機に1時間乗るとかそれってまとまった時間と解釈するのか隙間時間と解釈するのかこれケースバイケースですあのまとまった時間と解釈できるのは机の前並みの勉強ができる場合、まあ、何かテキストを読むとか覚える系だったら 比較的机の前と同じ効果があるのでその場合はまとまとった時間にカウントしてい,いですただねすごく満員電車で揺れてなかなか腰を据えて勉強できない場合そっちは隙間時間にカウントしちゃった方がいい。あのなのでで本当にケケーーススバイケースですでもちろんね移動中にも質の高い勉強をできる場合がありますのでそれもどんどん活用していってください。じゃあ次ね。 あの本題に入れば長いんでですけど結構大事な話です次「5えー、生活上これ仕事や業務を含むの不安をある程度解決しておく」あの人間ってね、まあ、聖徳太子は7つのことを聞けたっていうけどそんな人って珍しいんですね。で大抵1つのことぐらいしかできないあるいは2つ3つ並行したとしても若干上の空のところが出てくるマルチタスクにあまり強くないんです。で 司法試験のの勉強以外の悩みがあるってやっっっぱりそちちに頭いっちゃうんですねなのでその別の悩みはある程度目処をつけておくことも大事ですある程度って言ったのは解決できない問題もあるからですで仕事上の悩みでこれね解決までのアウトラインを決めておくといいと思いますまあいろんな仕事上の悩みあるんで具体的には申し上げませんけどあとね棚上げってのもあります とりあえずペンディングにしておくこれもいいと思います。あのそれであの勉強に集中できるなら。でペンディングでいいならね。で次、えー「育児介護」でこれがね大変だと思いますあのされてる方。で何が大変かっていうと読めないことが多いんですよ。だから2時間勉強しようと思っても例えばと突然ね子供が熱を出したとか。 えおじいちゃんが骨折したとか読めないことが多いのでこれ二手先ぐらいまでを読んで想定しておくことが大事です例えばここ二時間まとまった時間時間取れたら子供寝静まった論文を書こうこれ第一規模ねもし子供が泣いてしまったらこっちの勉強に切り替えようとかねえこの場合はこう第一規模はこの勉強だけどダメだったらこの勉強というように 似て先まで読んでおくっていうのが大事です。これ、介護の方もそうです。で。この方にとってはね。育児介護の方にとって、やっぱまとまった時間をどう取るかっていうのがかなり課題になってきますで。試験当日のリスクヘッジ、これがね1番注意していただきたいんですよ。育児介護を読めないんで、試験当日に何かあって試験がおじゃんになったら困りますよね。だから、試験は何が何でもいけるような体制を。 整えてておいいください子供が熱出したらこの人に頼んでおくとかね、えー、おじいちゃんの介護は何々さんに頼んでいくこれも似て先まで読むで何々さんがダメだったら別の何々さんその人がダメだったら更らに何々さんぐらいまで用意しておくとすごく安心ですあの試験当日は動かせないんで試験当日は何が何でもいける体制を整えてくださいこれはロースクール入試も予備試験も司法試験も全部同様ですこれはもちろん育児介護以外の人もそうだよ 仕事でで行けなくななくくったのかよくないですよねあるいは大学の行事で行けなくなったあるいは発熱して行けなくなったとかそういうの困るんで絶対当日は何、ね、何が何でも行ける体制を整えておくあと前日にまあ試験直前の話なんだけどね試験前日に何かトラブルが起こってもうダメだって言ってる人いるんですけどあの前日はどうでもいいからね当日さえ行ければいいからねだから前日の悩みはあんまりしなくていい。 むしろ私だってね前日仕事してましたけどそっちの方が気が晴れていいって人もいます前日ねあえて開けとくと思い悩んじゃうからねいろんなことだから前日は気にしないで当日だけは何とか開けるようにするこれも大事ですで学業大学の授業が忙しい特にですね法学部以外の方あの法学部の方は学業忙しくてもこれ結局ね司法試験と同じ科目を大学で取れば 割とスムーズなんですよもちろん大学でやる学問っていうのはアカデミックな学問で司法試験は実務科登用試験なんで若干違う同じ民法でもただね今は大学の先生もかなり実務科のことを意識しているので若干違うぐらいで済みますなので法学部行ってる方大学で民法あったらそれもそれなりにやってください役に立ちますで司法試験の民法も全力でやってください重なる部分はかなりあるこれね 十数年まあ、20年以上前かな20年くらい前になると法学部の先生はアカデミックな授業があって全然司法試験と直結しないってこともあったんですけど今はそうではないあの科目が同じならなので法学部の人は安心して勉強してくださいで他の学部の人はどうするかこれね、まあ、仕事と一緒なんだけどこれ学習習慣スケジュールにもう他の勉強も組み込んじゃってくださいで 例えば、ね、何でもいいんだけど農学部行ってここは農業の実,験し実習しなきゃいけないそれはもうスケジュールに組み込んで司法試験の勉強の時間も捻出するみたいな、ね、感じで組み込んでいきますあと恋愛やプライベートの人間関係これも、ね、悩まれる方いらっしゃいますでこれもね解決までのアウトラインを決めておくか棚上げするしかないですであんまりね悩みすぎない方がいいです、まあ 人にとってつらいこともあるんですけどあの予備試験とか司法試験を勉強していると正直ね他のことにねかまけてる暇ってあんまりないんですよ。まあ、なのでこの辺りも、まあ、悩みがあったらある程度解決しておく。で健康これが一番重要ですよね。あの健康じゃないと試験受けられませんでね、まあ、法科大学院予備試験ならまだいいんですよ。法科大学院入試って大抵、まあ、何回かあるかもしれないけど1日ですよね。 日日日曜日1日で終わったりするで予備試験は担当は日曜日1日論文は土日2日間、まあ、ちょっと辛いけどね2日間も口実もまあ2日間だけど口実はまあ精神的プレッシャー多いけど大きいけど肉体的には楽ただ司法試験の本番って4日間なんですよ。水木中日が空いて土日がい土これねめちゃくちゃ辛いです精神的なプレッシャーもそうだしあの体力的にも正直辛い。 あの20代のほの方でもつらいんで、まあ、40代50代の方はもっとつらいと思いますなのである程度体力づくりはしておいた方がいいあと持病がある方もねそのコントロールも必要ですなので病気持病がある方は早期に治すのか共存しておくのかあと病気までいかなくても疲れやすいなどはこれ対処法を考えていくあの疲れやすい方はですね疲れにくい体づくりをするか それとも疲れやすいことを正面から受け止めて、まあ、どういう学習スケジュールにしていくとか、まあ、その辺りは考えていってください。あとお金の問題これ切実な問題ですよね。司法試験独学でもお金は本買ったりするんでそこそこかかりますし生活できなかったら元も子もない。でこれもねあ,のある程度解決していかなきゃいけないんですけど、まあ、一般論ですよ収入を増やすより節約の方が簡単なことは多いです。 まあ、これもね、よく言われることなんですね。で、これ一般論なんですけど、あまり裕福じゃない方は自炊をしないことが多いって言われてるんです。これ、そうじゃない人もいっぱいいますよ。で、それ、どういうことかというと、まあ、あまり裕福じゃない方、は疲れてて自炊ができない。あるいは、キッチンが広くないからできないっていうのもあるんだけど。そもそも自炊して節約しないから、お金が貯まっていかないっていうのもあるんだ。まあ、これ。 鶏が先か卵が先かの議論でなかなか難しいところなんですけど例えばね外食やめて自炊にするこれめちゃくちゃお金浮きますよ。物価高物価高って言っても卵って1個20円とかで買えますからねまだねあの豆腐とかも安いしあとペットボトルのお茶買うのやめて水筒を持っていくとかあとはねスマートフォンあの大手キャリアいいんですけど大手キャリア使っていいんですけどそれを格安シムに変えるのか。 あの無駄なサブスクやめるネットフリックスとかねまあいろんな方法ありますでそのあたりもですねある程度解決していってくださいじゃあ前振り長くなりましたけど実際にじゃあ具体的な学習習慣作りこれをやっていきましょう3ページ目で大学生社会人この2パターンでさらに学習初期中期後期です。で学習習慣作りのためにはまずね普段 司法試験の勉強を除いた自分のスケジュールを書き出してくださいで、そこから学習習慣を付け足していくようなイメージですじゃあ大学生で学習初期段階で、学習初期の段階では特にね法律の基礎概念、ね、や論点と呼ばれるもの論点というのは問題点条文をそのままストレートに適用したんじゃ解決できない点は法律の解釈というのが必要なんですね その法律の解釈が必要な点を論点って言うんだけどもちろんゴールを見据えるという意味で問題を見てもよいです、はい、じゃあこの大学生はですね、まあ、ペルソナペルソナっていうのはね、まあ、人物像ね、まあ、想定するのは大学1年生ぐらいで、えー、ありがたくレックの入門講座を取っていただいた方としましょうこの方のある1日のスケジュールはこうです8時起床 え9時家を出るでこの大学は10時半から12時が2限なんです英語12時から13時昼食え13時から14時半空き駒で14時45分から16時15分、えー、これ4限ですね民法総則。で5限16時半から18時一般教養19時から22時レック入門講座23時帰宅1時就寝ということです。でここでまとまととった時間と 隙間時間を捻出していくということになります。で、なんとなくわかりますね。まとまった時間やることと隙間時間やることってちょっと違うんですよ。で、大学生の方は一番楽なのはまとまった時間の捻出は。空きこまです。空きこまを活用してください。まさに。空きこまはね、自習で、例えば、この時間は、私は民法の。テキストを読むだろう、もう決めちゃうんですよ。で、後でやりますけど、それを時間割にね、書き込んだ方がいい。 あの大学生って時間割り作るじゃないですか月曜の一元は何々みたいなでその空きコマにねもう全部入れちゃうんですよなのでこの方はまずまとまった時間を取れるのはこの空きコマですよねでこの空きコマで何をやるかもう決めておくで例えば前回のレックの入門講座の復習とかね前回の入門講座の復習 で入門講座の前回の復習をしてから当日の入門講座に臨むのる望めばいいですよねルーティーンとしていいですよねあるいは入門講座を受けた翌日に復習の駒を入れちゃうのでもいいですはいじゃあこの方これぐらいかなと思いきやあと楽なのはここね隙間時間でも20分単位のまとまった時間でもいいから何とか捻出できないか考えるこれ20分ぐらいなら捻出できるんじゃない そういう時は、帰宅してから就寝するまで、何をやってるか考えてください。まあ、例えばね、帰宅して手洗って、おそらくお風呂に入ってとか考えていきますよね。で、その時間を少し多めに見積もっても、若干余るはずなんですよ。まあ、ぼーっとしたりする時間がある。で。まずね、ぼーっとする時間、別に無駄じゃない。やっぱり人間ぼーっとする時間も必要な、必要だから。ただ、それでも二十分ぐらい捻出できるんだったら、やっぱ勉強に回した方がいい。十五分でもいい。十分でもいい。 捻出できたら何やるか考えるこれ例えば担当を3問解く例えばですよで担当3問でまあ解説も見る、まあ、そんな時間に当てようそんな感じで考えていますあとですね家を出てから気象までこれもし何か捻出できたら捻出する で私の、ね、教え子の中には朝早起きして論文の問題1台書いてから来るっていうつわものもいましたでここも何か捻出できたら捻出するあと移動時間ですよねでこれもね何をするかあらかじめ決めておく何でもいいですよ前回の入門講座の復習でもいいし例えばテキスト写真に撮って ここも復習に使うこんな感じで学習時間を捻出していって一日のスケジュールの中に全部学習を入れ込んでいくのが学習習慣ですぜひね皆様のスケジュールでも確かめていってくださいで大学生の方はポイントは時間割に書き込む 1弦、えー、から5弦までこんな時間割の人がいたとしましょうでこれ1弦の前あえ,のあえて付け足してます5弦の頭あえて付け足してますでここにね1弦空いてるところに何するかって書くんですよであとレックの口座がある人は例えばね月曜の7弦6弦あたりに口座がある人はここにレックって書いちゃう でここの復習をここにするとするとあ火曜の1弦と2弦で前回の復習。で火曜のあ5弦空いてるじゃないか。で5弦用字があったらもちろんね例えばサークルがあったらサークルとか書いておくんですよ。でサークルから帰ってきてちょっと時間があるなって言ったらここで担当の問題とかとかもう書き込んじゃうんですこういうふうに。 この時間割に書き込んでいくとルーティン化できますでもちろんですね学生の方忙しいでしょうから例えばね友達とちょっとご飯に行かなきゃいけないかとかあとは別の授業の打ち合わせとかをしなきゃいけないとかまあいろいろあるんでその辺りは臨機応変にずらしてっていいんですけど基本的な学習はここに書き込んでいくとすごくスムーズにいきます。ぜひねこれも試してくださいでは4ページ、えー。学習中期段階の方 でこの学生さんはねあの非常に早起きであと夜部活をやっているからですちょっと見ていきましょうで学習中期段階はこの段階では論証をマスターし論文を何度か書けるようにするのが目標6時半起床8時家を出るで8時45分から10時15分1時時5分1元民事訴訟法10時半から12時2元外国文献講読あ今の法学部の方外国文献講読ってないかもしれないけど私のね昔の法学部の記憶をこうひねり出しています あの外国文献読読って英語語とかドイツ語の本を読むんですね法律の、まあ、そんなのも昔はありました12時から13時昼食13時から14時半14時45分から16時5分空きこまで16時半から部活時時帰宅12時就寝でこの部活タイプの人は帰宅してから就寝するまで若干眠いかもしれないんでここはねもう隙間時間で。 10分で例えば条文確認とかその程度にとどめますよ。でこのようにその人の特性に合わせて学習習慣付けっていうのは必要です。ただやっぱ狙いたいのはこれね。空きコマ2連続。<laughs> まあ3時間今日のかなりまとまった時間あります。でここに例えば講座の復習入れ込んでもいいし論文を書く論文の問題演習の時間にしてもいいですね。 こういうい時間にするあと気象から家出るまで、まあ、若干時間があるんだったらこれもね10分ぐらい捻出して論証を覚えとかに当てていくで昼食もね友達とご飯食べてるなら無理かもしれないけど1人で食べてるんだったらここもね使えますよねだからこれも論1人で食べてるんだったら論証を覚えとかに使っていくということになりますもちろん他の講義の予習とか復習もあるだろうから全部こういうふうに 司法試験に割り振るわけにはいかないと思うんだけどこういうふうにやってえぜひねご自身の習慣づけをやっていってくださいじゃあもう一個例やっていきましょう学習後期段階でこの段階では本試験レベルの論文を書けるようにする論文で合格点を取れるようにする論文のブラッシュアップの段階になりますでね学習後期段階は論文にやっぱしっかり書く何回か何回,じゃ何回かじゃないな、えー、何回も書かなきゃいけない段階になりますでこの方はですね 若干,若干朝が遅い人です。10時起床、11時家でだらだら、12時昼食、13時外出、14時大学に着く。で、4年生ぐらいでもうね、あんまり授業がなくてゼミぐらいしかないんだけど、14時45分から16時15分ゼミ、16時半から18時ゼミ、18時からゼミの飲み会で22時帰宅、で3時就寝。これね、どうします、まあ、朝方に切り替えろっていう意見もありますよね。切り替えられたら切り替えてください。ただ 切り替えられないんだったら、無理に。この段階で朝方に切り替える必要はないかもしれません。で。どうするかっていうと、論文書く時間捻出したいですよね。まずここ。スパッと行きますね。はい、ここで論文演習入れましょう。で、帰宅から就寝まで長いですよね。ここもまとまった時間取れそうだ。だから最初の朝やった論文の。 復習をやるとかね。こういうふうに学習習慣をづけをしていきます。まあ飲み会の後勉強できるか問題は当然あるし、それは人によると思うんだけど。まあこんな感じでやっていくということです。あとですね、飲み会とかもどうするか。これまあ司法試験の勉強してたら、飲み会というのはね、あまり。よろしくないですよね。ただ別に好きな人もいるし。あとコミュニケーションを図るために必要なんだっていう人もいる。 なのででそれは本当にケケーーススバイケースで考えてください。ただ、社会人の方だとですね、3回に1回だけ行くって人もいました、まあ、3回に2回でもいいと思うんだけどそこそこ顔を出してそこそこ顔を出さないっていうやり方もありますのでそのあたりは臨機応応変に対応してください。次、社会人の方見ていきましょう学習初期段階の方で7時起床8時家を出る9時出社11時半から12時半昼の休憩 12時半から18時仕事19時から22時レックの講座23時帰宅1時就寝で社会人の方はレックの講義を3時間入れてしまうとその日はまとまった時間の勉強はなかなか難しいかもしれませんなので翌日に夜の時間空いた時にがっつり復習をしてくださいただ20分ぐらいのまとまった時間なら捻出できますし隙間時間もありますねだからそこはもう学習習慣づけをしていく 例えば、家ホテルから出社までの間の通勤で少し勉強できるんだったらここで論証を覚えるとかでレックのから帰宅まで電車だったらここで少し復習をするのか少しはできることありますのでぜひね時間見つけてこういうふうに習慣づけをしていってください。 結局学習習慣付けてね、もうやることを決めておくっていうことでもあります。じゃあ次社会人の方で学習中期で休みの日想定してます。でこの方は休みの日はこんな感じで九時起床、十時から十二時テニス、十二時から十三時就職、十四時帰宅、十五時から十六時昼寝、十六時半夕食の準備、十八時から十九時夕食、十九時から二十一時テレビを見て過ごす、二十一時入浴、その後だらだらすして過ごして一時就寝。 はいまあ、テニスやめろとは言わないんですけど学習中期でしかも休みの日なんでもっと学習時間を取っていただきたいですねなので、まあ、テレビもちょっと減らしてもらいましょうか、まあ、これ1時間ぐらい論文の演習に入れるでその後だらだら過ごすときにこのやった論文の復習 ここれぐらいでできるししょうまあ昼寝も必要だと思いますけどこの辺りも時間捻出できそうなんで、えー、例えばレックの講座を取ってる人はここで講座の復習なんかをするとかねどん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 時間は見つけていくんですこんな感じで時間を見つけてルーティーンに組み込んでいってください じゃ次の方、学習後期の方です。で、この方、在宅勤務なんですね。八時起床、え、九時から十二時在宅ワーク。十二時から十三時昼休憩、十三時から十八時在宅ワーク。十八時からスーパーで買い物、十九時から夕食の準備。え、二十時から夕食。二十一時ドラマ見る。二十二時ニューヨーク、二十三時半からだらだらして、ゼ時半終始。で、もちろんね、在宅ワークの時に。なんか画面だけね、ちゃんと仕事を振りして。 仕事しししててるふりして勉強しろなんんかは言いませんよそんなことはダメですからねただ在宅ワークの方は移動時間がない分だけまとままととった時間は取りやすいと思いますいい思逆にね移動時間を勉強に生かせないっていうのはあるんですけどなのでこの8時から9時までの間に10分ぐらい取れるならこの10分の隙間時間で例えば条文読むとかね で、昼休憩の時も20分ぐらいは、例えば担当の問題。で、学習講義なんでやっぱり論文書くこと大事なんで、まあドラマ見るとは、見るなとは言いません。私のね、教え子でもあのドラマ見ることを趣味としていた方がいて受かってます。あ、ちなみにね、ドラマ見る趣味の人はいいことは終わり決まってるから。ゲームとかね、ダラダラしちゃうんで、ゲームとかの場合終わり決めた方がいいです。で、 この方はですね、だらだらして就寝っていう時間があるのでここで論文演習まあ2時間ものだったら厳しいかもしれないけど70分ものとかだったら論文書く時間あるのでここで論文演習をしてその復習を翌朝にするとかそういったことが考えられますね。 こんな感じで自分の学習習慣を作り上げてていいいってくださいよろしいでしょうかで今日ねこのガイダンス聞いた後にぜひやっていただきたいのは自分のこの一日のスケジュール書き出して大学生の方は時間割に持ってきてそこに時間を見つけて書き込んでってください何やるか何やるかあここ10分あるからこれやろう、えー、ここは2時間あるからこれやろうそれが学習習慣付けです。 あと、ね、学習習慣をつける時ーーやや例えばレックの入門講座を受けている方私の入門講座は基本月曜日と金曜日にあるんですけどそれをまず書き込んでちゃってそこから火曜日は入門講座の復習をメインにしよう水曜日は余裕があるから問題編集をしようとかそういった形でやっててくださいいいでしょうかあとですね大学生の方に時間割りか勧めましたけどこれ社会人の方とか。 専業受験者の方もですねこれぜひやってみてくださいおすすめできますあの時間割り化すると人間って動きやすいんですよでなんでかっていうとねまあ皆さんどういう学歴か分かりませんけど学生時代って長いんですよねだって考えてみれば小学生6年中学生3年これ義務教育でで高校行かれた方だったらプラス3年これだけで12年間学校行ってるんですよ 時間割っていうのはしかも幼少期なんで我々の体に染み付いてるんです。なので時間割を立てるっていうのは非常に自分を律することにつながるそういうことです。で次六ページですね。で専業受験生で専業受験生は自由度が高いです。なのでこの方は特にね大学生のように授業コマとして自分の生活を組み立てるといいです。逆にね授業コマみたいに自分を律せないと。 だだらだら勉強したんですよ専業受験生ってでなんか朝起きてとりあえず本読んでボーッと読んで「ああ午後かじゃあご飯食べよう」それから担当の問題ちょっと飛んで「ああ疲れたな散歩でもしよう」で論文の問題飛んで「ああもうお風呂入ろう」メリハリのない生活になっちゃうのでぜひね時間割を立ててください。で中には生活リズムが不規則な場合あります。 でもちろん生活リズムを規則的にしたほうがいいんですけど直せない場合はあの順番で立てる駒をずらすイメージこれ何言ってるかというと例えばねこの専業受験生の方がこうやった月曜日一コマ目民法の論文 一コマ目はこの人は、えー、例えば8時45分から10時15分でやって設定したんだけどじゃあ起きたら12時だったどうするかこれねこの一コマ目っていうのは起きてから1時間半何をやるかって置き換えるからこのスタートを12時にして、えー、13時半まで勉強すればいいだけ。一コマ目って決めても生活リズム不規則だったらそれをずらして運用すればいいということです。 だって生活リズム不規則である日は朝5時に起きて次の日は昼12時に起きてって人いますけど起きてる時間って変わんないですよね。起きてるトータルの時間なるとこう立てた計画をずらせばいいいそういうことになりますただ生活リズムはやっぱり規則的にされた方がいいですけどまあ中にはね、まあ、専業受験生でなかなか規則的にならない人とかあの社会人の方は夜勤とかあるかもしれないんでそこは何とも言えません。 <laughs> で、えー、次家事従事者で子育てや介護などまである方はイレギュラー発生しやすいんですよねなので先ほど申し上げた通り第一次的にはこれをやるがダメだったらこれしようと先手を打って計画を立てるでそうするとね人間ってねこれやろうこれやろうって思ってその計画が潰れちゃうとすごくがっかりすることがあるんですよでも先手を打ってこれがダメだったらこっあれをやろうって決めておくと精神衛生上もいいんですよ これはまあもちろん他の属性の方にも当てはまります <laughs> いいでしょうかで終わりになんですけど習慣化すると学習は楽になりますで司法試験と予備試験って本当に本当に長い道のりです習慣化して合格を勝ち取りましょうでもうちょっと続きますよ <laughs> でこの概説終わったらぜひね皆さん学習習慣作ってくださいねであとですね 今日お配りしたもので、もう1個レジュメがありましてね。空き性のガイダンスレジュメ、これも若干ご紹介しておきます。で、1ページ目をめくると、司法試験のすべて合格までが分かるサクセスストーリーで、えー、これもですね、動画なんかは YouTube に上がってますけど、簡単に言うと、司法試験制度、あるいは予備試験制度、法科大学院制度、説明しているものです、えー。分かんない方はですね、これを、えー、ご覧ください。ガイダンスもあります。で 2ページ目のあたりには担当問題があります。で、これ、平成29年の司法試験の予備試験の担当なんかがあります。で、次、3ページ目、これ、国家総合職の問題なんですけど、まあ、予備試験とはそこまで変わりません。で、次ですね、4ページ目は予備試験の論文問題もありますので、論文ってこんな感じで出るんだ。これ、ぜひ知っておいてください。で、あとですね、えっ、ー、と、7ページ目に。 司法試験予備試験長期化する人短期合格する人ってあるんですけどこれね実は人気のガイダンスですあのまだお聞きになってない方は是非ね YouTube とかにあると思うんで見てくださいあとこれ見るだけでもね結構勉強になりますあのやっぱりね長期化する人ってのはいるんですよあのいつまでたっても受からないっていう方で逆に言うとスパッと受かる方もい、ね、るでこの一つの違いにやっぱ学習習慣みたいなのもありますので是非ね今日の、えー、講義を活かして学習習慣づくりやってみてください はい、えー、それではですね、ガイダンスはここまでにいたしますけど、ご質問等ある方はですね、またご質問をお受けしますので、えー、おっしゃってください。はい、えー、じゃあそれでは一旦ここで終了します。放課予備合格のための学習習慣これにて終了します。お疲れ様でした。